はい、こんにちは、レトスノーノです。5月22日の3問に入ります。賃借人 A は賃貸人 B に対する建物の賃料の支払いが不能になった場合、 A は B に対する敷金返還請求権を自動債権として弁済期が到来した賃料債務と対等額で相殺することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画を一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、賃借人 A は敷金返還請求権を自動債権として相殺することはできませんので、誤りですね。この敷金返還請求権っていうのは賃借物を明け渡した後に発生する権利なんですね。そのため明け渡しがされていない以上、敷金返還請求権を持って相殺を主張することはできません。よって誤りだということですね。つなげて覚えることで試験であれどっちだっけと迷わなくなります。短期講座の受講者様は受講者専用のメールマガで動画をお送りさせていただきますので、そちらで学習しましょう。で、問いにですね、高県に本社、乙県に支社を有する宅建業者 A が本社と支社ともに宅建業を営んでいる場合、従業者名簿については本社、支社それぞれに備え付けなければならない、丸か×かという問題です。これ答えは丸です。事務所ごとに業務に関する従業者名簿を備え付けなければなりません。つまり本社にも、そこの本社で働いている従業者の名簿を置いて、支社にもその支社で働いている従業者の名簿を置くと、一括して本社に備え付けておくっていうのは宅建業法違反になりますので注意しましょう。あとですね、事務所に備えるものって何がありましたでしょうか？覚えていますでしょうか？標識、報酬額の掲示、まあ、報酬額の上限ってことですよね。あと帳簿、従業者名簿、専任の取引士、まあ、つまり専任の宅建士ですね。これはすべて覚えておきましょう。で、問い3です。都道府県が都市計画区域を定める場合、あらかじめ〇〇および〇〇の意見を聞くとともに、〇〇に協議し、その同意を得なければならない。括弧に当てはまる言葉は何でしょうか？答えは、都道府県が都市計画区域を定める場合、あらかじめ関係市町村および都道府県都市計画審議会、この2つの意見を聞くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならないっていうことです。これは都道府県が都市計画区域を定める場合の手続きの流れです。一方で、国土交通大臣が都市計画区域を指定する場合、定める場合の手続きの方法っていうのは、あらかじめ関係都道府県の意見を聞くっていう話なんですね。つまり若干違うんですよ。このあたりは対比して覚えておきましょう。この点については注意事項があります。で、注意事項については短期講座でお伝えする流れになりますので、短期講座の受講者様は受講者専用のメルマガから内容をご確認ください。勘違いしている人が多い部分なので、きちんと押さえておきましょう。で、そもそも短期講座ってどういったものなんですかっていうご質問をよく受けます。なので、まあ、今回ね、動画にさせていただきました。短期集中実力アップ講座、短期講座の特徴なんですけれども、問題集だけで基礎から理解学習まで行える、これが短期講座の特徴なんですね。いわゆる短期間で実力を上げるための講座が短期講座なんですけども、その短期間でじゃあ合格力をつけるための元となっているのは何なのかって言ったら、この問題集なんですよ、実を言うと。これがですね、他の予備校だったりとか通信講座とは違う内容なんですよ。どういうことかというと、問題集の中に基礎的な内容から理解すべき内容まで含まれているっていう点なんですね。多くの教材っていうのがその問題に対する解説だけしか載ってないんです。しかも理解すべきところは載ってなくて、ポイントしか載ってないから、自分自身で理解すべきところは調べなきゃいけないって話なんですね。で、それやってるとですね、時間が足らないわけですよ。調べるにも時間かかる。また多くの場合が、はじめに動画を見て講義を受けて、もしくはテキストを見て、で、その後問題解くんですよね。で、そういったやり方をしてたら、半年間の期間があったとしても、本試験まで間に合わないんですね。去年とか一昨年とかこの時期からね、予備校通ったりとか、通信講座を受けたりとかした方であればわかると思います。全然時間が足らないってことに気づくんですよ。
だから弊社の短期講座っていうのはそういったやり方はしてないんですね。受講していただいたからには短期間で実力を上げていただいて合格していただく、これが短期講座の目的なんで、短期間で実力を上げることができなかったら意味がないんですよ。じゃあその短期間で実力を上げるためにはできるだけ無駄を省いていかないといけないわけなんですね。そのために弊社は問題を使いながら基礎から理解学習までできるようにしたんですよ。で、これ基礎から応用じゃないのかっていうと、もちろん応用も解けるようになります。で、これはですね、基礎をちゃんと理解できていて理解学習を実践できるようになれば応用問題も必然解けるようになるんですね。だから重要なのは基本的な部分とちゃんと理解学習をやるっていうこの2つなんですよ。で、それを問題集で行えるって話なんですね。じゃあ問題集がどういった内容になってるかっていうと、実はこの3つに支えられているんですよ。問題文の理解と具体例と関連ポイントです。これをうまく組み合わせながら問題集の解説を作っています。で、今回このですね、問題集がどういったものなのかっていうのを具体的にちょっとお見せいたします。ちょっと見づらいかもしれないんですけれども、例えばなんですが、ここの表ですね、これ大体ですね、問題集の解説に載っているわけじゃなくて大体テキストに載ってるんですよ。これどういった内容かっていうと、自己契約とか双方代理って言って、まあ代理の部分ですね、代理の部分で勉強する内容なんですけども、それが実は表になってここに記載されてるんですね。これは問題集の解説です。問題集の解説にもかかわらず、テキストのような内容が載ってるんですよ。で、実際自己契約とか双方代理っていうのはこの上に載ってるんですね。で、これは問題を使いながら具体例を頭に入れていただけるようになってるんですよ。もちろんテキストで読むっていう方法もあるんですけども、実際問題文を理解する力をつけていかないと、いつまで経っても点数って上がってこないんですね。多くの方がテキストを勉強して法律の知識を頭に入れました。頭に入れたはいいにもかかわらず、実際の本試験になると解けない。で、これは問題文の理解ができていないからなんですね。だから早い段階から問題文に触れるってことがすごく重要なんですよ。だから問題を使いながら、ここで基礎的な知識も一緒に頭に入れていきましょう。これが短期講座なんですね。で、今回で言うと、これ実は問題文自体が具体例になっているので、具体例をあえて出していません。具体例がなかったとしても問題文が具体例だから、それを使っていけばそれで勉強できるって話なんですね。で、ここに表がある通り、この問題を解くだけだったら、ここの中の一部だけ分かっていたら解けちゃうんですよ。でも、それだけ勉強するのって非効率ですよね。関連ポイントがあるのであれば、関連ポイントも一緒に覚えた方がいい。ということで、関連ポイントも入れてます。で、その中にもこういう具体例ですね。分かりづらいものについては具体例も入れてます。で、問題文が難しくなってくると、やはり問題文の状況理解、これをちゃんとやっていかないといけないので、ここにも書いてある通り、難しい内容については、まずはじめに、しっかり問題文を理解すること、問題文の状況を理解することが重要ですって書いてある通りですね。問題文の理解について図を使いながら書いてあるんですね。ここもそうですね。こことかは問題文だと分かりづらいから、まあ、3人登場人物がいるんですけども、A、B、C っていう風に名前をつけてですね、問題文を理解するといった感じにしております。で、まあ、次のページとかもそうですね。ここも問題文の理解、ここも問題文の理解、ここも問題文の理解。という感じで、問題文の理解の仕方を解説しています。またここもですね、表になってたりして、原則と例外を一緒にね、頭に入れましょう。関連ポイントですね。で、さらに続いては、これ具体例ですね。問題文に具体例がない場合っていうのは、具体例入れた方がいいので、具体例入れてます。ここも具体例、具体例ですね。で、ここも具体例、具体例、具体例、具体例です。まあ、こういった感じで具体例たくさん入れてます。これチラッと見ていただいてわかると思うんですけども、これ A4 1枚なんですね。で、ここも A4 1枚。だからこれで A3 なんですけれども、解説がこれ見ていただいてめちゃめちゃ長いんですよ。まあ、短いものもありますね。これ短いですけども、ここ長い。まあ、これも比較的、ここも比較的長いですよね。で、これっていうのはちゃんと理解してほしいから、問題文の理解から解説の理解までこう書いてあるんで、長くなっちゃってるんです。でも、これを順序立てて頭に入れていくことによって、すごく実力ついてくるんですね。単にポイントだけ頭に入れたとしても、一向に点数って伸びてこないんですよ。実力つかないんですね。ちゃんと使える知識にしていかないといけないから、このように詳しい解説にしております。なので、この問題集の解説を使うだけでも、相当実力って上がるんですよ。なので、受講していただいてやることっていうのはすごく簡単で、問題文とこの解説っていうものをこう読み進めていくっていう流れなんですね。はじめは別に解かなくてもいいんですよ。解くというよりも読んで理解をしていくっていう作業をどんどんやっていくんです。ここが他の通信講座とか予備校とかとは違うと思います。
問題を解いて解説を読むんじゃなくて、問題と解説を使いながら問題文を理解して法律を頭に入れていくっていうやり方をするんですね。だから問題文と解説、これが一つのテキスト代わりなんですよ、イメージとしては。で、これを続けることによって基本的な知識っていうものが身について、さらに問題文の理解もできるようになってくるんですよね。そうすると実用化ついてくる、合格するための力がついてくるんですよ。これが短期集中実用化講座なんですね。で、他の動画でもお伝えをしているんですけども、中卒の方で法律知識ゼロで元とび職の方、イメージしていただいて分かると思うんですけども、もうほとんど勉強だったらできないんですね。まあそもそも勉強を中学の時代もしてなかったと。そういった方でも3ヶ月で一発で合格していただきました。つまりやる気があったら今からであっても十分合格できるってことなんですね。今全然わからない方であったとしても、やる気があれば今年の合格できるんですよ。なんでもし、あなたが今年絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。で、短期講座のお申し込みについてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただければと思います。今からでもあなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して今年の合格目指しましょう。